はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこのキャラクターを使っていこうと思います。ヒューザですね。皆さんもパーティーに入れてるとは思うんですけども、装備は何をつけてるでしょうか。ヒューザは片手剣、そして体剣、斧、この3つを装備することができるんだけども、今日はどの装備が最適なのか検証してみましょう。ではまずは片手剣からですね、もちろんスキルパネルは入れております。まあレベル5まで上がりやすいですよね、ヒューザは。なのでいい感じです。では片手剣試してみます。それでは片手剣ですね。まあ、片手剣といってもヒューザは、両手持ちができますので、両手に、聖王の剣をつけてます。まずは通常攻撃でいってみましょうか。で、特技の捨て身、そういったバフは入れずに検証しますね。まずは通常攻撃、どうだ、392。あ、結構多いね。まあまあそうか、そうだよね。強い武器を両手に持ってるので、やっぱり通常攻撃は、この両手持ちのやつの方が強いんじゃないですかね。で、特技は、サミダレ斬り。これがダントツ強いので、これで、全部攻撃していきますね。ちなみに、会心はなしです。会心ダメージは入れません。いけ !1110! おー。まあまあまあ、こんなもんではないですか。これに自分でね、捨て身とかも入れれるので、ヒューザはすごく使いやすいんだよね。では、次、体剣使ってみましょう。それでは、体剣ですね。体剣は、まあ、単体の火力としては高いですよね。攻撃力700。おぉ、700はかなり高いと思います。で、スキルパネル、もちろん入れてます。体験のところをほぼレベル5にしてる感じですね。ではダメージを見てみましょう。それでは同じく地獄の上と戦っていきましょう。体験はまあ確かにね、単体攻撃力としては一番強いかもしれないけども、やっぱりね、両手持ちの武器の方が通常攻撃は与えれるんじゃない。では、バフは何も入っておりません。299。まあ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 ね。そうでしょうよ。これを2回攻撃するとさすがに強いけども、やっぱり武器1つっていうと、こういう感じになるのではないでしょうか。で、まあ特技とかがね、体験は強かったりするので、耐性を減らしたりとかね、そういうのがあるので、まあまあ、使い方としてはいろいろありますよね。では続いてサミダレ斬りですね。バフは入ってません。どうだ。一回ミスった。今のなしです。今のなし。ミスがあったらばダメですね。ミスと会心はなしなんで、よろしくお願いしますね。よし、いくぞ。ミスんなよ、会心出るなよ。いきます。またダメだ。完全に見切られてる。見切られちゃダメだよ。次こそは、いけ。出た、1147。おお、これは両手持ちよりも若干上。でもまあ誤差があるから、ほぼ変わらないと思っていいかもしんないですね。それでは最後は斧ですね。体験よりも攻撃力は50ぐらい低いか。46か。まあまあ大体50ぐらい低いですね。斧はなんかね、ダメージ高いようなイメージがあったんだけども、体験の方が上ですね。で、スキルパネルはもちろん、全部入れてます。ほぼレベル5になってますね。これでダメージを見てみましょう。
次は斧ですね。いきましょう。もちろんバフは入れてません。通常攻撃267。あー、なるほどね。やっぱり体験よりも、攻撃力が50近く下がるっていうことで結構厳しいね。うん、そんなにダメージが入らないとなってます。でも鉄鋼山撃てるんだよね、斧は。うん、なのでこれ用に持っててもいい感じなのか。まあまあまあ、サミダレ斬りがわからないからね。サミダレ斬りのダメージを見てみましょう。またミスったヒューザはなんだ、ちょっとミスが目立つタイプなのかな。どうなんでしょう。もう一発いきますね。いけ。OK。1040。あー、なるほどね。体験と両手持ち、に比べると若干ダメージはやっぱり減っちゃいますよね。やっぱり攻撃力の差でダメージは斧が一番低いみたいです。それでは最後に各武器の必殺技、見ていきましょうか。一番ダメージが取れる技で攻撃していきますね。斧はこれ、コーマグレンザン、これが一番ダメージが取れます。どれぐらいいく？バフはかかってません。スーパーハイテンション状態のみですね。では行きましょう。斧、まあ、実際攻撃力は一番低いけども、1873です。まあ、ダメージはこんな感じだけども、これ LP を回復するからね。しかも100ちょっと回復するので、まあまあまあ使い方はありますよね。次は体験ですね。もちろんスキルパネルははめてきました。ビッグバンが全体なんだけども、単体にダメージを与えれるのはこれ、全身全霊斬りですね。どれぐらいいくだろうか。バフはつけてません。いけ。かっこいいんだよね。1999。あー、やっぱりカンストダメージ、なるほどね。そうかそうかそうか、カンストダメージ以上はいかないか。会心の一撃が出るとカンストを超えれるんだよね、確かね。はい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 、まあ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 、斧よりはダメージ出せますね。でも斧は MP 回復できる、まあこれが結構でかいんだよな。では最後、両手持ち片手剣いきます。ではラスト、片手剣の二刀流いってみましょうか。まあこれはね、間違いなくこれが強いんですよ。間違いなく不死鳥天武が最強なんだよね。うん、これまあ全部の必殺技の中でも2番目に強いやつなんで、いや、会心が出るっていうことで、うん、こっちが上になる可能性もあるんだよね。全部会心だったらとか。まあなかなかないけどね。行ってみましょう。これはダメージを与えつつ HP も回復して、さらに会心率も上がるっていう素晴らしい必殺技。強7003。まあまあ今のはね、会心がめちゃくちゃ出たけどね。うん、でも会心出ないにしてもやっぱりこれが強いわ。間違いなく両手持ち剣が強い。はい、ということで戻ってきました。今日はね、ヒューザの最適な武器は何なのか、ちょっと考えてみましたけども、基本的には、片手剣両手持ち、これで行っていい感じですね。で、あとは、うん、斧だよね。斧をつけて、鉄鋼山。うん。まあ、それぐらいかな。それぐらいだと思う。鉄鋼山して、あとは、もう、この、西欧の剣2つ装備して、攻撃か。で、必殺技もこっちの方が強いしね。まあ、体験は、そうだな。まあ、ビリバリブレードで、炎耐性を下げれるんで、
まあまあ炎系で攻撃するときはそれでもいいかもしれないですね。まあ基本的にはこの片手剣両手持ち、この2つが間違いないっぽいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。